ちょ、あのクラッシュマンの武器貯めるのがめんどくさくなって、俺一気に、でも死んじゃったのね。ゲームオーバーまでやったんだけど、そうなんだよな。おかげで、いい感がなくなってしまったっていう、ちょっとやばい、かなりやばい状態になってしまった。でもこれね、まあ、頑張るしかないんだよ。そう、頑張るしかないの、俺は。ひたすら頑張るしかないの。いた。今回のボスパレード素晴らしいのは、ちゃんとこうやってね、まあ、一応回復をくれるっていうところなんだよね。エアーマンなぁ、結構、まあ、これ避けなきゃいけないもんな、まずは。でぇ、これ避けようがねえだろ。よし、OK。よし、嘘、そんな一瞬で、そんなお別れ一瞬で、切なすぎだろ。切ねぇ。せっかくのヤマだったのに。こいつが一番強いよな。やばい。大丈夫か、これ。生きて。恐ろしい。バブルマン、バブルマン、バブルマン。メタルブレード強すぎだろ。よーし。ありがとう。クイックマン。クイックマンも強すぎるかな。足場もねえしな。おい。で、これでこっちに行って。あとご了承いくしかねえな。メタルブレード効かないのかな。ちょっとやってみる。やってみようか。効かねえ。マジか。そうだな。まあ、普通にやってみようか、じゃあ。もう強いよ、こいつも。クイックマンやばすぎだろ。尋常じゃねえ。よし、オッケー。もうフラッシュマンのあれなかったら本当きついよな。フラッシュマン。だあ。やめないか。くそ、この、絶妙な。てか、撃ったら、ジャンプしてくるな、あいつ。いいかわし方するじゃないか。てるてん。メタルマンのね、弱点はね、実はこれなんだよ。2発で死ぬっていう。なんとかマン。バブルでいっか、じゃあ。どんだけ俺に接近すんだよ、こいつ。ただの変態じゃねえかよ。ストーカーか、こいつは。よーし。だいぶ食らっちまったな、これ。大丈夫か、これ。うわ、もう来る？もう来てしまうのか。マジか。これは、確か普通にこれだ、これで OK。うわー、マジか。まあ、これはシンプルだよな、割と。くそ。やってくれたな。まあ、今度いけるだろ。ちょっと待って。メタルブレードが、まあ、いけるっしょ。いける。ほら、なんでもいける。食らうのか知らないけど。あ、食らってるな。うわー、これやべ。やべ。死んだ。やばいぞ、これ。やばいな。どうする？ドクターワイリーやべえな。なんかないの？ H なんだっけ？あ、ファイヤーか。バブル、クイック。クイックやってみるか。いや、結構やばいかもしれんな、これ。ドゥドゥドゥ。食らわないよ。ショックだよ。これは、わかれば。なんか、接近して。よし、オッケー。これの弱点を知りたいんだよね。クイック。あ、効いてるね。いけ。もう前と同じゴリ押しテンポ。ゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押しこすべて。ゴリ押しがすべてなの。オッケー、ゴリ押し。
ゴリ押しなの、ゴリ押しなんだってもうマジか、だーやりましょうか、やりましょうか、うん、よし、オッケー、いけるかこれは、うわーら、あーってー、ゴリ押し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 の達人だって、よし、オッケー、いけ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 、よっしゃー、うわーかー、あー、あれ終わってねー、なかなか激しい戦いだったぜ。しかしまだ終わらない。確かこれね、右側に行くと、で、こう行くじゃん。右に行くじゃん。で、行きます。で、このままずっと行くと、この中のピヨピヨピヨってやってくんだけど、これが確かね、一回も当たんないはず。だこれ、ね、ほんとダメージ食らうのよ。だこう、こうやってずっと行くと、ダメージは食らわないと。でぃ、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 オッケー。さあさあさあ。お、ドクター飛んでる、なんでもこいつ、お、なんだ、お、なんだこいつは一体、完全に気が狂っておるな。これこれがね、バブルしか効かねえんだよ。でこれはまあ避けようと思ったらすぐ避けるから、多分分からん、ちょっと慎重に慎重にならざるを得ないけど、ちょっとかなりあれだね。あの、まあ、まあ、さっきのドクターワイリーよりはまあいけるな。いや、なんでこれドクターワイリー、ドクターワイリーの正体ってのが今回のタイトルだったよな、そういえば。ロックマン2の。謎だっけ、正体だったっけ、まあ、まあいいや、わかんない。忘れちった。もう死な、死な。よし、オッケー。ふぅ。お、耳が痛え。これが、こいつが操ったってことね。ドクター・ワイリーが。こう、謎の物体を。お。定番だよ。やっちゃっていいよ、もう。すごいね、2のエンディングすごいかっこいいんだよね。かっこいいっつうか、なんかこの黄昏の感じがすごくね、いいんだよね。2は本当いろいろクールだよね。雨だ、すごい、なんか切ねえ。もうね、かっこいいんだよ。まず1のエンディングの曲から始まるっていう、なんか。そして空を見上げるロックマン。何がいいのかな、そこにはな。1のエンディングの曲が2のオープニングで始まるっていうのも、それがすごいなんかね、まあ、そっからその始まり方もすごいいいしさ。おー、いいね、メタルマン。ここで語ればよかったな、さっきのところ。さっきのところはちょっと黙って聞いてるところだったよね、申し訳ねえいや、でもやっとクリアできたな。結構、まあ結構手こずった、まあ手こずったな。どうなんだろうね、1は、まあ1も難しいけどね、2も結構難しかったな。慣れたと思ったけど、まあそうでもなかったね。でも本当面白かった。なんかね、やっぱ面白いよね。いや、やっぱシンプルですごいね、やりやすいし、面白いんだよ、ロックマンは。なんだっけ、1の敵は、ライト博士が作ったやつだっけ。で、それをなんかドクターワイリーが どうにかしちゃったんだっけかな。で、2からは、一応のドクターワイリーが作ったって感じだったよね、確か。だから結構なんか、1の敵ってなんかみんな優しそうな感じなんだよね。で、それに対して2は結構なんか、なんつうの、まあ、優しそうっつうかなんか結構、まあ、どっちかっつったら、まあ、優しそうなやつもいるけどさ、
悪役が結構いっぱいいるみたいな、そういう感じだったから、悪役ってのはまあいいや、もうちょっと 何が言いたいことちょっとわけがなくて、見てくれて本当にありがとうございました。楽しんでいただいただけなら、たたたたならば幸いでございます。めちゃくちゃな音。これは名曲だよね、このオープニングの曲も。Thank you for playing。 難易度的にもすごくやりやすいし、だバランスすごい取れてると思うしね。プレイストバイカプコン、とても素晴らしいゲームなんじゃないかと私は思っております。では見てくれてありがとうございました。戦争チーンバイ。